ビネンデンのマルクト広場。通りの奥にシュバイクハイマーローモンが見える。ビネンデンはドイツビュルテンベルク州レムスムル郡に属す市である。州都シュトットガルトの北東約2 0トルに位置している。本市はレムスムル郡で5番目に大きな町であり、バイブインゲン、フェルバッフ派中級中心地区に属す。本市はシュトットガルト地方及びシュトットガルト大都市圏に属す。 ビネンデンは1973年1月1日から大規模軍都市となっている。ビネンデンは人口約270万人のシュトゥットガルト地方に属し、シュバーベンの森の西端、高度270から504メートルに位置している。旧市街はブーヒエンバッハ川とジープフェルバッハ川との間の丘陵に位置している。ビネンデンは北から時計回りに、 以下の市町村と境を接するバックナング、アルマスバッハイムタール、ベルグレン、レムスハルデン、コルプ、シュバイクハイム、ロイテンバッハ。ビネンデンの地域は中核市区及び1964年に形成された住宅地区シェルメンホルツと市町村再編に伴って1970年代になってから合併した市区のバーハ、ビルクマンスバイラー、ブロイニングスバイラー。 フュルク、ハンバイラー、ヘルトマンスバイラー、ヘイフェンからなる。それぞれの地区には固有の名称を持つ住宅地区が存在する。出典、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベク・ビネンレンは、州トシュトットガルトを上級中心都市とする、シュトットガルト地域内のバイブリンゲン、フェルバッファ中級中心地区において、下級中心を成している。 ビネンデン集落はおそらく12世紀に成立した。ゴットフリートフォン・シャウエンブルクビネンデンという人物が1181年の皇帝フリードリヒ一世の文書に承認として記載されている。彼はこの地に城を有していた。1200年頃、当時はウィンデンと呼ばれていた。この城はハインリヒ本の異変の支配下にあった。この城はさらに、 1277年にコンラートホン、バインスベルクに譲渡された。この集落は1212年に、後の皇帝フリードリヒ2世によって、都市圏を授けられた。ビネンデンは、レムスムル軍で最も古い都市である。ビネンデンの城と都市は、1325年10月10日に、ビュルテンベルクに売却された。ビュルテンベルク時代に、ビネンデン領から、アムトビネンデンが形成され、 後に、オーバーアムトに昇格した。都市上官は1665年に、ビュルテンベルクの所有となった。アンドレアス・キーザーの1685年の森林登録簿に描かれたビネンデンドイツ農民戦争では、ビネンデンはまず、貧しいコンラートの影響下にあったが、1519年に、シュバベント市同盟に従うことを余儀なくされた。 1616 16年にはペストに似た薬病が住民の約半分の命を奪った。30年戦争でこの町は1638年と1643年に略奪を受けた。皇帝軍、フランス軍、スウェーデン軍が入れ替わりでビネンデンを占領した。ビュルテンベルク公エーバーハルト3世は1665年にドイツ騎士団ビネンデン司令部を宮廷事務局領として 獲得した。この地域から、シュタプスアムとビネンタールが形成された。1693年に、フランス軍がビネンデンを焼き打ちした。死壁の中のうち死街全域が消失した。1808年に、ビュルテンベルク王国成立後の新たな統治体制に、基づき、オーバーアムとビネンデンと、シュタプスアムとビネンタールが廃止され、現在ビネンデンの宿となっている。 当時の市町村すべてがオーバーアームとバイブリンゲンに属すこととなり、1938年にバイブリンゲン軍に改編された。1876年にムルタール鉄道のビップリンゲンバックナング間が完成したことで、ビネンデンはオーリツビュルテンベルククニュー鉄道の鉄道網と結ばれた。2009年3月11日にこの町は世界中の新聞の大見出しになった。 アルベルビル実家学校が、いわゆる、ビネンデン銃乱射事件の現場となったのである。これは、17歳の犯人ティム・クレッチュマーが、ビネンデンで13人、その後ベンドリンゲン・アムネッカーへ逃亡する途中で、さらに2人を殺害し、最後に自殺した事件であった。ビネンデンは2012年に800年祭を挙行した。ビネンデンは2019年の、 バーデンビュルテンベルク州郷土の日を開催する。1970年代初めの地域再編に伴い、多くの隣接する町村が合併した。これにより、地域は現在の広がりを得て、人口は2万人を超えた。これを受けて、市当局は大規模軍都市への昇格を申請し、バーデンビュルテンベルク州当局は1973年に1月1日に、これを発行させることを決定した。 バーハは1357年に初めて記録されており、大部分がドイツ騎士団ビネンデン騎士修道会管区に属した。この集落は1665年にビュルテンベルク領となり、アムトビネンデンに属した。ビル・クマンスワイラーは1304年にバーカムスワイラーとして初めて記録されており、ビネンデン家に属した。この集落はおそらく1325年に、 ビュルテンベルク領に属したが、ドイツ騎士団もこの集落に所領を有していた。1545年の時点ですでにこの集落には42個があった。ブロイニングスワイラーは1293年に、ブルーニングスワイラーという表記で、ロルシュ修道院がこの所領のフォークト圏をビュルテンベルクに譲渡した際に、初めて記録されている。年には、ンン本年び、 ドイツ騎士団の騎士修道会管区も所要を有していた。1545年頃この集落には19個があった。1665年から集落全域がビュルテンベルク領となった。ビュルクは1210年にカストラム・ウィニーダムとして初めて記録されている。1525年には BRG、1624年にはアルトヴィネンドンと呼ばれている。 アルトビネンデン城は、ビュルテンベルクが獲得する以前は、ビネンデン家の所有であった。この集落ははじめ、シューラー法フ居住地やシュテッケン法フ居住地とともに、バーハに属していた。ビュルクは1815年に、オーバーアムとバイブリンゲン内の独立した町村となった。シュテッケン法フは1972年1月1日に、隣のエッシュエルブロンに併合され、 1972年4月1日に新たなマチソン・ブルヒエンベルクの一部となった。ハンバイラーは1426年にヘインワイラーとして初めて記録されている。1447年にはイム・トロムバックグなんとハンワイラーという記述がある。トロンバッハの森は1288年にはすでにノイフェン家から新たに設立されたドイツ騎士団騎士修道会館区に 寄進されていた。ハンバイラーはドイツ騎士団騎士修道会管区に属し、その後ビュルテンベルク領となった。この集落は初め宮廷事務局領であったが、1753年にラントシャフトとなり、シュタプスアムとビネンタールが管理した。ヘルトマンスバイラーは1444年にハートマンズウィーラーとして初めて記録されている。 この集落はこの時点からすでにビュルテンベルク領であり、アムトビ年連の支部裁判所に属していた。1545年に時点でこの集落には73個があった。平ヘヘンは1524年にホーファンとして初めて記録された。1559年にオーバー、ヘファとウンターヘファとに分けられた。この2つのヘ平平、 ドイツ騎士団騎士修道会管区の設立によってその所領となった。この集落は1665年にビュルテンベルク領となり、シュタプスアムとビネンタールの管轄下に置かれた。ビネンデン子への合併時期以下に示すグラフの人口は、推定値、人口調査結果、各時点での統計担当部局の公的な研究結果に基づいている。 ビネンデンの人口推移ネンデンの外国人比率は2011年5月9日、現在14.9%である。ビネンデンは、はじめはコンスタンツ市教区に属していた。1534年からビュルテンベルク領全域で宗教改革が始まり、ビネンデンも1537年に改修した。これ以後、ビネンデンは純粋なプロテスタントの町であった。この町は、 バイブリンゲン協会監督管区及び協会管区に属していた。現在のビネンデン市協会組織には、セイベルンハルト市協会や、セイアーコブス上官協会が属した。組織は、後者で礼拝を行っていた。福音主義、ビネンデン教会組織には、同じく宗教改革を経た現在市区を形成している、町の市協会も属した。その後一部は独自の教会を創設した。 1837年にヘルドマンスバイラー教会組織が形成され、1911年からビュルクの信者らもこれに属した。1964年ビュルクに独自の教会が建設された。1840年にビルクマンスバイラー教会組織が形成され、1911年からバーハトエフェンの信者もこれに属した。ブロイニングスバイラーは1922年に 独自の教会組織となり、隣接する部をホの信者もこれに属した。現在、市教会組織、シェルメンホルツハンバイラー協会組織、パウル・シュナイダーハウス協会組織は、福音主義美年伝総合協会組織を形成している。シェルメンホルツハンバイラー協会組織の説教師、所在地は、1962年に建設されたハンバイラー協会と、 シェルメンホルツのクリストフォルス教会であるパウル・シュナイダーハウス協会組織は同盟の教団集会所で礼拝を行っている。20世紀にカトリック信者やイスラム教徒が流入し勢力を増していった。微年伝では1946年に宗教改革後最初のカトリックの主牧会が形成され、1958年に司祭区が設けられた。 固有の教会聖火あるボロメウス教会は1961年に建設された。この支祭区はバーハ、ビルクマンスバイラー、ブロイニングスバイラー、ビュルク、ハンバイラー、ヘルトマンスバイラー、ヘーフェン、シェルメンホルツをも管轄しており、レムスムル主席支祭区の一部をなす。シェルメンホルツには1971年にもう一つの信者集会所として、 マクシミリアン・コルベハウスが建設された。さらにベルグレンのペルスボームにも、ビネンデン教会に属すセマリア集会所がある。ゼンス2011によれば、プロテスタントが39.3%で、この町最大の宗教グループである。カトリックは、住民の21.6%である。39.1%は、その他の宗教、または無宗教である。 この宗教分布は、軍レベルのそれとおおむね一致する。州レベルとの比較では、カトリックの比率がかなり小さく、無宗教もしくは他の宗教の比率がかなり大きい。連邦レベルとの比較では、プロテスタントが多く、カトリックが少ない。約1万1000人のプロテスタント信者は、事実上ほぼ全員がドイツ国民である。 カトリック信者約6000人のうち約1000人が外国人である。その他の宗教及び無宗教では約30%が外国人である。二大教会のほかに、ビネンデンには大ティップに関連したモスク教会があり、2000年にロイデンバフハシクにコジャテペモスクを解消した。また、ビネンデンとビル・クマンスバイラーに教団を持つ統一メソジスト、教会、 チャーチ・オブ・ゴット、フォルクス・ミッション・エント・シー・デナー、クリステン、自由福音主義連盟といった自由協会が存在する。新首都派協会も美年連で活動を行っている。美年連の市議会は、選挙で選出された26人の名誉職の議員と議長を務める上級市長で構成されている。上級市長は、市議会において投票権を有している。 美年年の青年は1994年から2年ごとに選出される青年議会で町の行事の運営に参加している。青年議会は若者たちの代弁者であり、若者たちと市の機関との間の仲介役でもある。市の青年担当部局と行政当局はこの組織を支援している。かつて市のトップはアムトの長、市長、アムトの初期、 11人の裁判所関係者、6人の議会関係者からなるマギストラートであった。フォークトが死の監督を務めた。1613年に独自のオーバーフォークトが設けられた。それ以前はバイブリンゲント県人のオーバーフォークトであった。 市長の職名は、1819年から、スター・チルシース、1930年から、バーガーマイスター、そして1973年1月1日の大規模軍都市への昇格に伴い、オバーバーガーメイスターと変化した。上級市長は8年ごとの直接選挙で選出される。上級市長は、市議会の議長であり、市行政の指導者であり、 大概向けの市の代表者でもある。市長の代行者は、1970年代初めは、エスタ・ベイジアード・ニート、1978年以降は、バーガーマイスターを公式な職名とする。この職は、市議会によって選出される。上級市長、ホルツバルトは2018年1月の選挙で91.37%の票を得て再選された。美年ン市の文章は、 銀字で2本の緑色のツル状の植物で囲まれた金の打ち立て。打ち立ての中には3本の黒い鹿の角が水平に並べられている。死の旗は黒から黄色である。紋章と木は1961年1月23日にバーデンビュルテンベルク州内務省によって認可された。鹿の角はビュルテンベルク家にかつて帰属していたことを象徴している。 ビネンデンは、以下の2都市と、姉妹都市協定を締結している、ビネンデン郷土博物館が入居している、シュバイクハイマーローモン、ビネンタール上ヘルトマンスバイラー協会宿部には、以下の協会がある、ビネンデン最大のスポーツクラブは、SV ビネンデン 1848EV である。会員数は2800人で、15部門を要している。陸上競技部門は、 バーデンビュルテンベルク州大会やドイツ、選手権大会で、しばしば成功を収めている LG レムスムルの一部で、ある。インラインイコールスケートの第一チームは、ブンデスリーガ二部南部でプレーしている。この他に SV ネンデンの女子サッカーチームは、ランデスリーガに参加している。連邦道 B14N5 線のルートズビネンデンは、 連邦道 B14 号線のバイブリンゲンとバックナングとの間に位置している。2009年にバイパス道路が完成するまで B14 号線は街の中心部を通っていた。1979年にフェルバッハからアウトバーン風に拡充された B14 号線はビネンデンの南西を迂回するようになった。2002年から4車線の西バイパス道路が建設された。一時的に B14N という番号が付けられ、2006年に開通したツェプフェルバッハ橋を通る南の工事区間は、はじめロイテンバッハトンネルの工事現場前のビネンデンミッテインターチェンジで終了していた。このトンネルはロイテンバッハとビネンデンとの間にあり、フンガーベルクやムル鉄道と交差している。このトンネル及びその北区間ネルマースバッハまでは、2009年9月21日に、 開通した。ビネンデンとヘルマンスバイラーを通っていた94号線の路線は格下げとなり一部は解体された。ビネンデン駅、ビネンデンは鉄道バイブリンゲンシュベービッシュハルヘスセンタール線沿いに位置している。シュトットガルト S バーンの S3 号線もこの路線を運行している。ビネンデン駅からは約25分でシュトットガルト内市街に到着する。 市内ではバス路線網が整備されており、市外の街とも結ばれている。すべての路線には、シュトットガルト交通、運賃連盟内の統一料金が適用される。地域を超えて有名なのは、洗浄機メーカーのケルヒャー、アイグやミルウォーキーといった商標の電気機器を製造する A&M エレクトリックツールス、中堅スポーツ用品メーカーのゴッドヒルフ、ベンツ体操用具製造である。 微ンデンのローカルニュースは、バイブリンゲン新聞出版の日刊誌、ビネンダーツイツウングに掲載される。レッシングイコールギムナジウムと、ロベルト・ベーリンガー・シューレとの複合体微ンデンには、ギムナジウム2校、実家学校2校、養護学校1校、ベルクレアルシューレ1校が、中核宿にある。基礎家庭学校は、中核宿に3校飛びるクマンスバイラー、ブロイニングスバイラー、 ヘルトマンスバイラー、ヘイフェン、シェルメンホルツに、それぞれ一個ある。共に、パウリエンプフレーゲビ年連が運営する教育補助の、ボーデンバルトシューレ及び、聴覚、言語障害児のための職業訓練所が美年連の教育環境を保管している。1823年に、牧師のフリードリヒハイムによって創設された、パウリエンプフレーゲは、 福音主義の青少年及び障害者のための機関である。この機関は、障害を持つ青少年や、成人の学校及び福祉施設を支援している。精神病センタークリニックムシュロスビネンデ八ン1834年3月1日、臨床精神学の医師で改革者のカール・ハインリヒ、ゴッドヒルフ・ホンケストリンの計画に基づき、ビネンタール城内に、精神病院が設立された。 アルベルト・チェラー博士に治療、介護施設の運営が委ねられた。チェラーはビネンタールでの業績で、ドイツにおける精神病学の発展に足跡を残した。詩人のニコラウス・レーナウ、大量殺人者、エルンストバーグナーや、医師で物理学者のロベルト・マイヤーがここで治療を受けた。このビュルテンベルククニー施設は1940年に、シュトゥットガルト市民病院、ゲッピン園、 微年伝のパウリー年養護施設、ロッテンミュンスター、シュテッテンイムレムスタールからの患者や地元住民のための中間施設となった。T4 作戦によって老若男女合わせて396人が安楽死のために、いわゆる灰色のバスで殺戮場所のグラーフェネック城へ運ばれ、殺害された。1971年当時の療養所から近代的な精神病修立病院となった。 1996年に病院の法律上の形態が変更され、PLK は精神病センターと改名された。現在、ビネンデン精神病センタークリニークムシュロスビネンデンは約600床の病棟と先端設備を備えた精神病学及び神経学の近代的専門病院となっている。2016年には子供や 青年のための精神病外来病院が開院した。レムスムルクリニックム2008年7月14日、レムスムル軍議会は、美年伝に、新しい中央病院を設立することを決定した。この新しい病院複合体が完成した後、バックナングとバイブリンゲンの病院は廃止されることとなった。建設費用は、約2億8000万ユーロで、病院は、精神病、 神経学病院に隣接して建設された。準備工事が2008年に開始され、2099年6月半ばから本体工事が始まった。レムスムルクリニック部の会員は2014年7月4日で、同月19日から通常診療が開始された。この病院は、現在約650床を増築中である。この病院は、 ショルンドルフのレムスムルクリニークムと共に、レムスムル軍が100%出資している、レムスムルクリニー県 GGMBH が運営している。ブネバートは2000平方メートルの水面を持つ屋内、屋外プール施設で、ウォーターシュート、流れる水路、サウナを備えている。陶器には3つのビーチバレーフィールド上に氷が張られる。ヘイフェシュクには、 夏だけオープンする屋外ミネラルプール、ビュルクシクにはさらに無料の屋外プールがある。ビネンデン及びビルクマンスバイラー、ブロイニングスバイラー、ヘルトマンスバイラー、エフェンバーハにはそれぞれサッカー場がある。2017年、ビネンデンのサッカー場のすぐ隣にスポーツパークがオープンした。ドイツ最大のビワガングスリンドスチャルファットであるビナースドームもこの中にある。これらの文献は、 翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ホキッチ、または、ホケットは、主にアレマン語圏及び、シュバーベン語圏、特に南西ドイツで開催される伝統的な食べ物を、楽しむ祭りである。ベルクレアルシューレは、ドイツ内でも、バーデンビュルテンベルク州特有の学校形態で、本家庭学校の、 第9、または、第10学年終了の生徒から選抜で、第10学年以降の中等教育クラスに進学できる制度及びその過程。ありがとうございます。